皆さんこんこにちは大樹です、えー、この本の講演会をただいま絶賛全国ツアーやってまして前回大阪福岡行って7月はね東京仙台札幌とやろうとしてますが。 えー、先日福岡講演会に来てくださった方がねすごく嬉しい投稿を、えー、Facebook でされてて、えー、ちょっと皆さんにもご紹介したいなと思います。えー、先日福岡で開催された、ね、大地さんの講演会に参加してきましたというと普通なんだけど私にとっては最大級のチャレンジの結果だったんですということで、まあ、この方ね、えーまあ、お母さんでもあり、えー、主婦でもあるからね土日は家族と過ごすのがまあ普通だしね。 でもちろん家族のこと大切なのでね何物にもえがたいかけがえのない時間ということでねそれを大切にしてきましたとだからなんか土日に何かやりたいっていうことがあったとしてもねもう土日だから即却下もう意識に上る前に却下ってねご本人をお 気にななってたけどままあそうなりますよね仕事が大切な人は仕事を何かね阻害するようなものはもう意識に上る前に却下だしね子供が大切家族が大切だったらもう意識に上る前に何かやろうなんて気持ちをこう却下していっちゃう、ね、それが普通だと思いますましてやねなんか、えー、最近どうしても学びたいことがあってねえっ、ー、と週末、えー、月にね1回とか2回とかですよでもねなんか ねえそれ学ぶためにね出してもらってるから願いさせてもらってるからもうそれ以上なんて言えないとまあこういうふうに思ってたんだけどねなんか知り合いのねコーチ、えー、に出会った時にねその話したらね「えー、なんか本当にそれでいいの?」とか聞いてくれたと「でいいんです」って,ってもう本当に?」ってこうすごく食い下がってくれたっていうんだよね。で で、いやね、なんかこんなにね、家族も出させてくれてるのにね、もう言えませんって言ったらね「行ってみたの?」とかね、いや言ってないんですって言う前に結果してますって、ね、勝手に決めつけてんじゃないのって <laughs> すごくしつこくこう関わってくれてでもそれってね「家」って話は別にないんだよね「本当はどうしたいの?」ってもしどうしてもしてみたかったら「行ってみたらいいじゃん」とね。 で自分の思い大切にしようよみたいに関わってくれた時に本当に自分はどうしたいんだろうってまあこの人の中でね思ったっていうことなんだと思うんですよね。で でやっぱりその中で自分の気分もちに気がついてね家族にまあどうしてもこういう理由で、ね、この講演会行ってみたいんだっていうふうに話をしましたと。でなんかねすぐには OK もらえなかったそれそうだよねなんかねあのそういうこともあると思うんだけどでもねやっぱり最後にはねで行ってみたいんでしょ行っておいでよって言ってもらえたんですと。でなんかね えー、そのプロセスの中からねダメでも失敗してもいいじゃないか自分の思いや気持ちに気が付くことをそれをね伝えてみることでそのことが大切なんじゃないかとかねなんかこういうふうに自分自身の思いを、ね、自分で受け止めて大切にして伝えてで、まあ、どうなるかは相手との話でもあるんだけど、ね、あのやっぱり自分の思い大切にしようっていうことがねすごく大切な重要なことだなと思えたんですっていうことを言ってくださってねもうなんかね 講演会に来てくださる前にあの講演会で僕が一番伝えたかったことっていうのをもうすでに体現してくれてるなと思うんですけどあ別にこれ講演会来いって話じゃなくてねやっぱりコーチってこれなんですよねそのあなたの心は何て言ってるって本当に何望んでるってそれをまず自分が大切にしてあげようそして何かねこの自分が、えー、ねこれやりたいと思うんだったら言ってみようって自分で飲み込むのはやめにしようってね でもちろん人のことは人のことで大切にすればいいんですけどやっぱり自分のことを大切にするね。で周りの人にも彼らが自分自身を大切にできるように、ね、サポートしながらでお互い協力できるところを探すっていうのが幸せの道だっていうのがねアドラー心理学の教えなのでまあそういう意味ではねすごくあのなんかいい実践をねされてその報告をしてくださってすごく嬉しいなということです。 来たくなったら来てくださいとか言ってまあこれ講演会に限らずさやっぱり自分がやってみたいっていうその気持ちをね大切に育てていくのは自分の役割ですからなんかそんな風にしてみるといいんじゃないかなということだしあとやっぱりコーチである我々はねなんか本当はどうしたがってるそれを大切にしようよってね大切にするって例えば何することだろうとか他に何できるんだろうってやりながらなんか自分の思いをね明らかにしてそれを大切にする方法をねいっぱい見つけるということをクライアントとできればねなんかできること必ず見つかりますからね。 えというようなお話ですそれではまた